はい。皆さん、こんにちは。レクセンにかわスの赤木です。えー、それでは、えー、今日はですね、初学者向けの論文の書き方、超入門編というね、えー、そういうタイトルで、まあ、なんで憲法やねんというね、ところも、まあ、もしね、えー、疑問あるかもしれませんけれども、まあ、あの、学部生の方とかで、まあ、学部試験が近いとかね、えー、そういう方も想定して、まあ、一応ね、とりあえず、まあ、憲法に関してですね、えー、論文ってどうやって書いたらいいんだというね、えー、そういうふうな、まあ、悩み等をね、持っている方を対象に、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってます。まあ、もちろんね、全く、あの、法律についてね、かじったこともないね、これから勉強しよう というねそういう方も想定しますのでまあ、今日お話しする内容は本当に触りの触りみたいなねそういうふうにざっくりとしたお話ただまあある程度ね勉強している方にもヒントになるねところもまあ結構あるかなと思いますんでまあ,あの基本的には小学者向けのお話だというねそういう前提でお聞きいただけたらと思いますまあ、そういう意味でねかなりあの噛み砕いて噛み砕いてお話しするんで若干の正確性を犠牲にする部分がねあるということは少しお断りさせていただこうかなと思っておりますはいということでまあ早速ですね今日やっていくまあタイトルですね論文の 書き方というねそういう話でありますがテーマが憲法というねそういうテーマになりますでまあ憲法ってなんやねんってうねその辺が全くこう勉強したこともない方もいらっしゃる可能性はありますのでまずはちょっと憲法に関してねざっくりと5分ほどでお話をしようかなというふうに思っておりますまあ5分で話し切れる内容じゃ全然ありませんのでねその意味ではまあ少しねちょっとかなり大雑把な話というところになりますがさあまずは憲法って何なんだっていうねそういうところでありますが え憲法ってまあ平たく言うとルール作りのルールというふうに持っていただくと。 平ややるととねかかりすすいかなと思いな思ます、まあ、あの具体的にイメージするとですねあのこの国には法律とか命令とかいろんなこうルールがこだわっているわけですね、えー。例えば市町村が作った条例とかそういったものもあったりしますけどもいろんなルールがあるんですけれどもそのルールがめちゃくちゃなルールだったりすると人々が困るんですね。えー、例えばまあ今結構ねお隣の国で騒がしいお隣に作って、ねえー、太平洋をまたいだお隣の国ね、えー、そこがありますけれども、まあ、あのちょっとトランプさんという大統領がいましてね チックトックをこうね規制してやろうみたいなそんなことを言ったりしてますよねこれ日本で置き換えたらインスタを規制しようみたいなそんな感じになると思ってくださいでインスタグラムとかまあねもちろんチックトックねもちろん使ってる方いらっしゃると思いますけども突然国がインスタ使用禁止明日からというふうになったらどうなるかですねまあ僕自身もインスタグラムね、えー、結構まあ隠れてねこそっと使ってますけれどもね、えー、これ明日から使えないとかなるとちょっと楽しみが減るなっていうねもちろんそれもありますしまあ自分が発信するというね、えー、そういうまあ一応自由 これれが思思いいいっっきりり制限されるるないかというふうに不満を思ったりするでしょえね。えー、これがまあねいろんなこう情報収集の道具であるツイッターの禁止とかなってことまたもうね大きな話になってきたりするわけですがまあ、この憲法というのはまあ、もう一度戻りますけどもルール作りのルールということで憲法に書いてあること,というのは法律とか命令作る際に絶対に犯しちゃいけないものこれ書いてあるのが憲法であると。 こういういいに持ってください国で例えばルール法律作りましょうという時に憲法に書いてある人権絶対犯しちゃいけませんとかですねそういうふうな感じで使っていくというふうにね持っていただくといいかなと思います、まあ、そういう意味でこのルール作りのルールというねそんな言い方をね私の講座なんかではまあ平たくね言っていくことがあったりしますけれども、まあ、そういう意味でちょっとだけがっくりと番書をさせていただきますとルール作りのルール、まあ、例えば憲法21条なんかがあったりしますけれども 憲法の21条これ表現の自由というのをね歌ってたりしますはいもうある程度憲法を勉強している方はねえ軽く聞き流していただいたらいいかなとは思うんですけれどもこの憲法21条で表現の自由というのを保障しているこれはどういうことかというと国と市民との間で国側が市民の表現の自由を犯しちゃいけないよとこういうルールを課してると。 こう思ってください憲法で定めているいろんなルールというのは国が、まあ、ルール作りにもちろん限りませんけどもルール作りの際典型的にはルール作りの際に「犯してはならない」というねこれが憲法で規定されているルールであるとこう思ってください。 だからルールルルーー作りのルールという、ねえー、そういうううねそ感じです、まあ、他にも思想良心の自由とか平等であるとかあるいはプライバシーであるとかあるいはこう、ねえー、信教の自由であるとか学問の自由ね今だとは学術会議ということで学問の自由が結構問題になったりしますけれどもね、えー、そんなところでありますが要はこの憲法で謳っている人権というのはルール作りの際に犯しちゃならないよとこういったものが憲法で規定されているとこういうふうに思ってください。 市民からすると国に対してこういうおかしなルール作るなというふうに言えるそういった権利でもあるというふうに思っていただくといいかなと思います。ということでまあここの、ね、憲法で歌っているところとちゅうのは市民の側から見るとそういう表現の自由を犯すようなルール作るな。 とかねえー、あるいは表現の自由以外でも経済的自由権ね、えー、営業の自由を犯すようなルールを作るなとかね、えー、そういうふうに市民の側から国に対していろいろと言っていけるそういう権利がこの憲法上うってあるとまあ思いっきりざっくりと説明してます思いっきりざっくりね説明してますけれども、えー、そういったものが憲法であるよというふうに思ってくださいで実はこれが論文に生きてきます論文に生きてくるというのはどう生きてくるかというと実はこの市民の側からものを考えるという ここはすごく論文の際には、生きてきたりするよと、こう思ってください。国とか、公共団体がいろいろと。 何か変なルールー作ろうととしてると、ねえー、ここまあ日本に置き換えるとしたら、ねえー、特にまあ昔に置き換えるとしたら江戸時代に生類あわみの例になるものが、ね、あったというのは、ね、これまあ皆さん知識で思っていると思いますけれども、えー、例えば今になってですよ現代版生類あわみの例とか言ってですね、えー、例えば、ねえー、顔を殺しはならないとかそんなルールが出来上がったとふざけんなというね、えー、そんな感じになるわけですよね、えー、顔を殺しはならないとか変なルール作るなと市民のまあ 幸福追求権を侵害するとか言ってね、えー、そんなことでおかしなルールだというね、えー、こういうふうに言っていったりするまあ、これが憲法の使い方と思ってください実際にこの憲法の使い方が分かってないとなかなか論文のところにね、えー、すぐに結びつきがなかなかしにくかったりしますのでねまあ、その意味でちょっと憲法って何やねんどう使うねんというね、えー、そんなふうに一応お話をしていると思ってくださいで、今はインスタの禁止なんかが仮に日本で起きたと仮定するとどうなるかというと市民からすると インスタを禁止するルールは憲法21条に反して 違憲と言います法律違反憲憲法違反、ね、憲法違違反反ねのことを違憲というね、えー、そんな言い方をしていたりするこれが一応ね、えー、憲法のまあ論文につながってくるお話だよというふうに思ってください。はいざっくりとちょっと憲法の、ね、お話しさせてもらいましたけれども要は国とかがルールを作る際に絶対に守らなきゃいけないルールですねこれが憲法に謳ってあるというまずねこの前提を持っていただいて聞いていただけといいかなと思います。で さあこの憲法の論文ということでえじゃあどういうことを書いていったらいいかというねえこういう話に次お話をするということで今日のレジュメにねようやく入っていきます、えー、その前振りのところはねえ今日のレジュメには載っけてませんでしたが1番ここからですね論文って一体何を書いたらいいのというねえこういう話を次にちょっと進めていこうかなと思います。 論文書くってなんかめちゃくちゃハードル高いじゃないかって感じてる方いらっしゃるかもしれませんけども実を言うとそんななに身えくても大丈夫です、えー、僕自身ですね、えー、大学2年生の時に法律の勉強を始めましたけれどもその際論文でどうやって書くねんとか全然わからない状態で始めましたけどもねやっていくうちにあこう書いたらいいんだなっていうね意外にとっつきやすいのが論文です、えー、ぶっちゃけというと択一というね担当試験五択で一選ぶというねこっちの方が難解というね、えー、そういうところもまああったりするぐらいでして、まあ、論文の方がとっつきやすいっていうねそんなところ、ね がありま,すまあ身構えなくても一定の手法マスターすると、えー、基本的に論文というのはね意外に書けていくようになるものだというふうに思っとってくださいじゃあ論文って一体何書くのというと端的にいくと聞かれれてるここことととの結論と理由これを書くことです、ね、問いが必ずありますんで問いに対して結論と理由これを書くまあちょっと太文字と、ね、それから編みけで書かせてもらいましたけれども知ってる知識を書けてこういうことじゃないんでね答え と理由これを書いいてくださいこれが論文だよとこう思ってくださいなのでまず論文問題解くのに必要なのは何かっていうとまずは問いを把握することです何が聞かれているかこれをちゃんと確認するでそれに対する端的な理由を探すこと端的というのは一言で言うとどうというねそんな感じでまずは問いのまあ一応問題解くにあたって踏むべきプロセスねまずは結論とその理由何だろうと。 とといいいいいう感じで考えていくといいと思いますまあちょっとこれも抽象的に言うとあれなので具体的な例としてはその後憲法の例を挙げております、えー、政教分離原則に関して判例どのように考えているかとかねこういうまあ一応論文とかね、えー、聞かれたりすることがあるんですけれどもさあこういう問題が出たとしたら聞かれてるのは何というとそれから判例どう考えてるかなので判例が聞かれてるなとこの2つが分かります。なので とりあえず問いとしては成長分離原則とはしか近かであるという説明とそれからそれがなぜあるのかという理由とこれをまず書かなきゃいけないなと。から判例はそれに関してどういうふうなことを言っているかという結論的なところととその判例が採用している理由付けこれを書いていくとこういう感じで論文が分解できていくと。 いう感じになります、まあ、これはちょっとね、えー、問いとしては1行問題と言われる比較的難易度の高い問題になりますけれども、まあ、論文の問題の中でね、えー、結構学部試験なんかではねよくあったりしますよね、えー、学部試験なんかではね学者の先生が問題作るの面倒くさいんでね、えー、なのでこの1行で問題終わらせるとかねいうことは結構あったりするんですけれども、まあ、こういう時どうするかいうとテーマを把握するでテーマの結論理由これまず考えてみるというところがねまずは突破口と。 こう思ってくださいだからそのあとね、えー、書いてありますけども、まあ、端的な答えとしては政教分離とはこうこうこういうことを言うまあこの際ヒントになるのは憲法の条文を引くんですよ憲法の条文を引いて20条1項20条3項89条全段とかまああったりするんですけどもこの辺の条文を引いてこうこうこういうことを言うとでなぜならばこれはこう,こうこういう理由から求められたものであると、まあ、これ昔のね、えー、戦争への反省ですよね、えー、それからまあ作られたものだとか言われてありますけれども、まあ、そういったところを書いていく。 でもちろん判例についてもこういう事件でこういうことを言ってるで理由としてはこうこうこうだとかねえそういうのを並べていくとこの1行問題に対する答えっていうのができてくるよとこう思ってください。ではは論文とししては完成しませんもう少し得点増やすためにはこの理由付けというところを充実させるというところが大事になってくると思ってください。でこの理由付け というのが一体どういうふうなところで充実するかというともちろん理由の量ですねまあ、充実度と一つ書いてますけれどももちろん理由付けの量が1個より2個2個より3個という方がもちろん点は高くなるかもしれないしただいくつでも書いたらいいというもんじゃないですな嘘を3つ並べても正しいね本当のことになりませんので正確性いうのも要りますなのでここは事前に 勉強する際に正確な知識を抑えるという風なところがないとなかなかこう論文では書けていけないということにつながっていくのね嘘を3つ並べたら本当のことになるって絶対そんなことないのでねなのでここはちゃんと正しい理解を書いていくこれが望ましいよという風になってくると思ってくださいあとこれ勉強してて特にまあ論文書いててね不安になる時 やってしまいががななのが丸の3でしてね無駄なことと書く何か知らないけれども覚えたこと一生懸命書いてるけれども関係ないやんそれとかね、えー、そういうことを書いてしまうことがあるんですが余計なことを書くと印象悪いですね、えー、全く手にならないどころか有害になると減点されるんでね、えー、そういう意味でここは余計なことを書かない、ね、もうとりあえず知ってる範囲である程度書くということに割り切るのが法律論文の中では基本の木であるよというふうに思ってくださいね。こののありがまあ理由付けの中でね、えー、少し意識するとま ところで正確性とそれから量ですねこのあたりは少しね、えー、大事なところと思っ,とってください学部試験ではこれに加えて学者先生の見解ね、えー、このあたりもよく聞かれますで、えー、学者先生がこれ大事だよと言ったところはまあ聞いてるとかね、えー、そんなことで、えー、この辺は数打たるかもしれませんけれどもまあ学者先生の言ってることはこれは国家試験ではあまり どうでもいいっちゅね。怒られるかもしれませんけどね。えー、学者先生が言ってることはね、えーまあ、学説はゴミ、判例は神とね、えー、よく言われたりしますんで、ねえー、そういう意味で、まあ、あんまりね、えー、国家レベルの試験では、えー、学者先生の見解というのは、まあね、えー、ちょっとね、横に置いといてやりますが、まあ、学部の試験なんかでいけば、このね、学者先生の見解というのは、ある程度尊重して書かなきゃしゃーないなというふうに思っておいてくださいね。はい、えー。そんなことで、まあ、とりあえず論文に何書くかという大きな枠組みでいくと、結論と理由を書くと。 こう思ってくださいでその端的な結論と端的な理由を書いていくんですけれどもその理由づけというのはある程度膨らませていかないと点にはならないよというところになります。でこのあと法律論文憲法も含めてなんですが法律の構造っていうのが実はこういうふうに説明されます。要件と効果という形で説明されまして。 一定の条件が揃うと一定の結果が出てくるというふうなこういう構造になってましてこれ憲法でも同じと思ってください。憲法でも先ほどの話ではありませんけれどもはいえ事例問題だと特に多くなってきますが事例問題だったら 結果として求められるのは合憲違憲というねその結果これを判断してくれという問題だったりするのね。でこの合憲違憲というふうな結果をもたらす要件というのは憲法では何にあたるかというと憲法の条文だけじゃないです。 審査基準といわれるものが憲法では結構勉強の対象になったりするんですけれどもこれに事実を当てはめるとこういう形で合憲違憲違といいう判断を出していきますなので 論文を充実させるということは事例問題ではこれ対処しやすいですけれども事例問題念頭に置いてますこれね事例問題では合憲か違憲かというそういう結論を聞いているということが多かったりするんでその時にはまあおおむねですけども条文とかから出発して審査基準と言われるものを出してでそこに事実を当てはめすると。まあ例えばですけれども表現の自由であればね表現の自由ってものすごく大事なものだというふうに考えていきます。 なので表現の自由を制約するルールは厳格な審査基準を取るべきだというふうに言ったりするのね、えー、表現の自由の制約は原則として控えるべきだしたがってその表現の自由を制約するルールは厳しい基準、まあ、具体的にはということでいろいろありますけれども目的が必要不可欠で手段が必要最小限度とか、まあ、そんな基準はこれは憲法の中で学習しますけれどもそのあたりを、ね、立ててあとは当てはめをするとこういう流れになるのが憲法の枠組みと。 いいう感じになっていきます、はい、ということで、まあ、得点アップへのヒントというね、えー、書かせていただいておりますけれども、まあ、この辺りのね、えー、得点アップする上では必要になってくるのは要件効果を意識して論じていくということで条文とかから審査基準を出していくでそこに事実を当てはめて答え出すとこれも論文の理由付けになってくるところとこんな感じでね、えー、分解することができます。はい じゃあ、1行問題とはどないしたらいいねんというね、えー、そんな話が出てきますけども、1行問題だと、実はもう少しやりやすくてですね、えー、判例であれば、判例の事案、これをちょっと自分なりに説明して、でそこに判例の、まあ、一応、判断基準が書いてありますね。判例の判断基準が、まあ、要は審査基準みたいなもんなんでね、えー、その判断基準を立ててで、それに当てはめをしてみたら、とりあえず1行問題としての答えが出たみたいなね、そんな感じもなったりするということで、えー、ここはまあ、発想としては同じです、ね。えー、事実と 要件効果ですね要件効果という枠組みに事実を当てはめるというね、えー、この構造は憲法でもまあ同じであるよ他の科目でも同じだよというね、えー、そんな感じになっていきます。はいまあ、ちょっとここね抽象性が高いお話であるのでね、えー、憲法まだ勉強してないなかったら残っちゃって、ねえー、なりがちなところでありますけれども大きな枠組みとしては憲法でも他の科目でもそうなんですが理由と結論を書きなさい。でこのの理由になってくるのは 要件ととされるるものに事実を当てはめることで憲法であればそれが審査基準というものになってくるというね、えー、そういうふうに持っとくと、まあ、ここはね論文の大きな枠組みというのがねできてくるのかなと思ってください。はいまあ、この抽象性言ったところで、まあ、始まらないということになってきますけれどももう一個ヒント、ねえー、得点アップする際に、まあ、あまり意識されてない受験会ではというね、まあ、受験会ではというかね、えー、司法試験受験会ではようやく最近認知され始めたというところであるんですけども得点アップする際 一番に今点が開きやすいのは下,一番下ですね1ページのね当事者の立場での主張これなかなかできない人が多かったりします。まあ、例えばさっきのインスタ禁止であればねインスタを禁止された人の立場で考えるんですよ。そうすると何が不満かっちゅうとインスタをする自由が制約されているというねそんな感じになるわけでインスタをする自由が制約イコール 21条のの表現の自由が制約されているとでこれがどうおかしいかというと表現の自由ってこんだけ大事なものなのになんでこんなおかしな規制するんだということでこの審査に準厳しくあるべきだとかねそんな感じでこう、ね、当事者の主張っいうのが出てきたりするということでこれね「不満に思う人の目線」というねこれも憲法の中ではすごく役に立ってくる発想だよとこう思っおいてください。でいずれ、ね、このあたりは憲法の問題の中でもね見ていくことになるかなと思いますが次のページにもありますけどもね「不満に思う人の目線」 で考えろとかね、えー、この辺も憲法の論文の基本の木というふうに思ってください、はい、ちょっと前置き長くなりましたけれども、まあ、ここから具体的にじゃあどうやって書いていったらいいかというね、えー、いろんな問題通じてね、えー、見ていこうかなと思いますはい2番、えー、憲法の出題形式ということで、まあ、いろんな問題の形式がありまして一番まあオーソドックスなのは1つ目で事例問題だったりしますね、えー、具体的な事例が挙がってましてでその中で合憲化というものを聞いてくると。 いうののがこの事例問題だったりしますね、えー、その下に例上がっておりますけれどもね、えー、国がフェ,イスフェイクニュースこれの悪影響これを防止しようということで例えばね、えー、コメンテーターのな内容が虚偽であることが判明した時とかあるいは SNS での嘘が発見した時に刑罰でもって処罰しようみたいなねこんな法律ができそうになっていると思ってください。 まあこれ実際に司法試験の問題に似た問題が出ましてねえこれ司法試験の問題の焼き直しっちゅうねえ感じであるんですけれどもフェイクニュース規制法なんかができたと思ってくださいさあこの法律が合憲かどうかというねえそんな事例問題とかがまあ出たりはします。これは法律自体の違憲性ということで法令意見の問題というふうにねえ分類していくことになるんですけれどもこの事例問題は比較的解きやすいです。何かとというと もうこれになるのでね。審査基準立てて事実当てはめる。これで終わりなんですね。えー、なので、事例問題の対処法というのは本当にこうね、えー、スムーズに論文が出来上がるという感じです。で、そのためには審査基準立てるまでに何を書くかというと、どんな人権が問題か条文から出発するとで、その人権がまあ制約。どのような制約がされているかを踏まえて厳しい。基準緩い基準というのを立てていってで自分なりに。 事実を使って当てはめていくと、そういう作業をね、していくというのが事例問題という感じになります。まあ、比較的オーソドックスなね、問題ではありますけれども、えー、事例が出てきたとしたら、条文人権の条文から出発してね、えー、その上で審査基準を最終的に立てて当てはめをしようというね、えー、そういうプロセスを経て結論を出せば事例問題は。 解決といいう感じになっていきます、はい、ここのところに関してはもう少し深い話がありましてね、えー、合憲かどうかを問われてる問題に関して、まあ、興味ある方はぜひネット等で引いて頂い,いたら結構ではありますけれども法令が違憲かどうかが聞かれてるお話と法令の適用 が意見かどうかが聞かれているお話の二つに大きく分かれると言われていますで、まあ今から言うてもしゃあないですけどもまずはこっちを勉強してくださいまずはね、えー、皆さんも問題をね、えー、勉強する際には法令の意見性を議論する枠組みこれを真っ先に 学習すすするるととといいいいう感じにするといいと思います下の方は応用的ですんで2年目とかにね入っていかないとなかなかこうねしっくりとは来ないということが多かったりするのでまずは法令の違憲性を問う問題で 審査基準を立てて当てはめるというね、えー、こんな枠組みになるよということをね、えー、まずはおっとくといいかなと思いますはい、えー、その後ね、えー、例と書いてありますがまたね、えー、時間余力がありましたらどうやって解くかっちいうね、えー、その辺の話も軽くね、えー、後で紹介していこうかなと思いますはい、えー、2つ目1行問題だったら何書くかっていう話ですけれども丸の2 1一行問題って何かと、まあ、問題文がほぼ1行ないしはせいぜい、ね、3行程度の短い問題ね、えー、これは1行問題と言っていきます、まあ、こんな問題があったりします検閲の禁止と表現の自由の保障どのような関係に立つのか学説判例踏まえ説論じなさいみたいなこんな問題も1行問題としてはあったりしますはい1行問題だったらこれは先ほどのとおりでありまして聞かれてるテーマをまずはしっかりと把握しましょう検閲ってなーに 表現の自由って何というそっから深掘りしていくというね、えー、そういうことになっていきますで権益って何とかね表現の自由って何とこれや判例とか学説がいっぱいありますんで、えー、そのあたりをまあ紹介してでこれらがどういうつながりね関係というのはこれつながりのことをね言ってるわけで、えー、どういうつながりを持ってるかよくあるのは原則例外の関係とかねあるいは 一般原則特別原則の関係とかねそういうような感じのどういう関係に立ってますかというのをね考えてくれ、まあ、これが多かったりするんですが真っ先にまず考えなきゃいけないのはそれぞれの概念それを端的に言うとどういうことかでじゃあそれはなんでそういうふうな制度があるのかということの理由付け結論と理由ですねこのあたりがまずは突破口というふうに思ってくださいはいまた後ほどこのあたり具体的に角度したらどうなるかなというねそんな話をしていこうかなと思いますはい3つ目である問題 これはどんな問題かというと見解論評と言われるパターンでどういう見解論評っていうのは何なんだっちゅうと憲法上のまあ,ある考え方これが紹介されていますでその考え方が妥当かどうかを判断してくれというね、えー、こんな風になってくるのが憲法見解論評問題ということになりますまあ、そこに例が挙がっておりますけれどもね、えー、一応憲法を勉強したことのない方はどっかで見たなとね感じあります経済的自由権に対する規制消極目的積極目的に分け前者は厳格 者は緩やかになんていう二分論があるみたいなねでその二分論の妥当性を論じなさいとかまあこういうふうなね、えー、説明を求められる問題というのがまあ,あったりします。でこの見解論文問題に関してのまずアプローチですが見解をちゃんと区分することです。ここからここまではこういう見解ここからここまではこういう見解というふう形でまずは区分するというねこれがまずは出発点になります。から今回であれば一つ。経済的自由権に対する規制 消極極と積極に分けここで1個切れるでしょうね経済的自由権に対する規制というのはなんか消極と言われるものと積極いうものに分けられるまずここが出発点、ね、ででさらに消極は厳格な審査基準と書いりますここでまた切れますね前者は厳格な審査基準でもう1個は後者は緩やかな審査基準を取るべきということでこの見解3つの部分に区分できるという感じになるのねでその3つのつ区分に 対ししててそれぞれぞ妥当かかかどうううととといいいいいいここを一言ずつ述べていったらいいとこんな感じでありますいいでしょうか見解論評というのは結構ね、えー、とっつきにくかったりしますけれどもまずは見解区分していくというねこの作業から入っていきますで見解区分していってここの部分は妥当ここの部分は不当というふうな形でね一個ずつ妥当不当というのを判断していくで妥当不当ってどうやって判断するのちゅいうと憲法に関する自分の知識を踏まえてねこれから考えたらおかしい。 こっかからら考えたら正しいとかね自分の持ってるまあ正しい、ね、憲法の理解から正しいとかおかしいというねこれを判断していくというねそんな感じになっていったりします。でいずれもそうなんですけれども出題形式のことを、ね、お話ししたんですけれども実を言うと、まあ、大事なことを言い忘れておりますして論文って一体何を書くのかっいうと考えた通りに書いたらいいというね実はそこがあります。事例問題ででも審査基準を立てて当て当はめるという,ふうに順番で考えたら そのまま論文に書き起こせばいいという感じになっていきます一行問題でも端的に結論と理由ですね聞かれているのはこれとこれだからこれはこうこうこういう理由からこれが必要になってくる、えー、この概念はこういう理由から求められているんだというそういうふうにまずは出発点考えるんですねでその後深掘りしていくというふうな感じになりましてポイントになってくるのは結局考えた通りに書くこれで論文は足りるんだというところです考えた順番が正しければ正しい論文というのは 成り立っていきますんでそういう意味で憲法の事例問題なんかでいけば審査基準立てて当てはめるというこの順番意識してねじゃあ審査基準どうやって立てようかというところから入っていくで人権の条文から入ってこれに対するこういう制約だからねえこれは審査基準として厳しくあるべきだとでそれに対してえ事実はこうこうこうだから合憲だ違憲だというねえそんなことを順番に考えていくということでねえここのポイントになってくるところですけれどもえどう書くか。 結局、理由付けと結論を書いたらいいんですけれどもはい考えた通りに書く、これが基本的なスタンスになります。 正しい順番で考えれれば正しい結論に至ると。 でその正しい順番って一体何なのかということでいくと要件効果に事実を当てはめるというのが法律論文の形なんで要件効果を意識してそこに事実を当てはめる事例問題だったら審査基準を立てる当てはめをするこの順番間違えなければ正しい順番だと思いますし一行問題でいけばそれぞれの概念の意味をまずは考えるでそれの理由づけを考えていく判例であれば判例の結論と理由を出していく これでもう一通りの答えにはなってくるのねなのでこれは正しい順番で問題を分析していけば正しい論文というのは必然的に出来上がるという感じになります見解論文もそうですねまずは区分するだから消極積極に分けるということが正しい考えかどうかを自分なりに判断するで、消極だったら厳しくするじゃうこれ正しいかどうか判断する後半の積極目的だったら緩やかにするこれが正しいかどうかを判断する というふうな形でね、えー、区分して判断というね、えー、そこのところで正しい順番で考えていければ正しい結論にそのうち至りますのでね、えー、なのでここのところは考えた通りに書いていくというね、えー、そこのところを意識していただくといいかなと思います。はい、えー、この辺りがね、広報という、まあ、憲法はね、えー、結構難しさではありますけどね、抽象性が高いんでね、えー、なかなかそうスムーズにはいかないかなというね、えー、ところであるんですが、まあ、せっかくなんで。 え一応事例問題ですねフェイクニュースに関する、ね、事例問題これを通じてね、えー、じゃあどういうふうに考えていったらいいかなというね、えー、そこを皆さんにちょっと紹介していこうかなと思います。はいえー、どう書くかということでフェイクニュースに関する事例ですね、えー、この法律の合憲性論じなさいと、ねえー、書いてありますけれども、はいえー、今回のこの国のやろうとしていることは要は。 フェイクニュースの発信の規制これやろうとしてるんですね不満に思うのはどんな人憲法のね、えー、発想で結構大事なのは不満に思う人の発想誰が不満に思う宇宙と今回は考えられてますね1.2考えてましてコメンテーターとか SNS で発信する人ですよねこのあたりが不満に思うわけです コメンテーターとか SNS 利用者この辺りがさあどういう不満を持つかというと表現の自由を侵害するというふうに言いたくなるわけですよね。 侵害するならば違憲侵害しないならば合憲ですのでじゃあそれが言えるかどうかじゃああとは理由付けを考えていきましょうとこうなりますで事例問題だと基準を立てるというねそこにまずは中間到達点があります基準立てて当てはめるんですねそこ行かなきゃいけないのでじゃあ基準を立てなきゃいけませんねと。基準にに至るまでに何を書くか ここはまあ入門講座なんかで、ねえー、しっかりとまあお話をしていくところですので、えー、ここはもう触りだけここでお話をしておきますと基準を立てるのに重要な要素は人権の重要性と制約の強弱というふうに一般的に考えられています。 重要なな人権でああればあるほどその制約は許すべきじゃない強い制約であればあるほどその制約も許すべきじゃない。ということでねこの人権の重要性と制約の強弱が審査基準というねこれは要は合憲にするか違憲にするかというその分かれ道なんですけども基準が厳しいイコール違憲になりややすい基準が緩やか合憲になりやすいというそういう傾向があります。 基準が緩やかイコールほぼほぼぼ、OK、となるんでね、えー、なので合憲になりやすい基準が厳格だということはほとんど合憲になりにくいというねそういうことで違憲になりやすいそういう方向がありまして、えー、ここ審査基準を立てる際の参考にするのはこの辺だったりします。はい、で今回のところ人権の重要性というところでいきますとコメンテーターの発信の自由。 SNS の利用者の発信の自由ということでここはまさにドンピシャ21条1項のの表現の自由に当たるよねとでこの21条の表現の自由ってどんだけ重要なのというとまた憲法の中身でありますけれども実後自分を高めるというね表現を通じて自分自身を高めていくというふうな価値があったりあるいは 選挙に役立つ情報がいっぱい出てくるという民主主義的な意味もあったりするよとかねえそんなことで、まあ、ここよくねキーワードで言われますあまりこれね、えー、こればっかり言うとよろしくないですけれどもよく使われる言葉として自己実現とか自己統治というねそういう言葉が使われていきますが自己実現の価値とか自己統治の価値があって重要な権利であるよというね、えー、そういうことをまあ言っていくと。 それに対して制約今回どのような制約を課そうとしているかというと刑罰とといいううううね、そそうう制約を課そうとしている。最もペナルティーとしては刑罰が最も重たい。その次に重たいものとしては行政罰というね行政的なペナルティーというのがあったりするんですがそれに比べるとめちゃくちゃ一番重たいペナルティーこれを課そうとしている。 さらにこれ憲法を学習していると直感的に感じますけれども今回は内容がフェイクだと罰するこういう感じだね内容に着目した規制だとこの辺りを2つ組み合わせるとものすごく今回の制約は厳格な制約であるという言い方ができます。そうすると まあこの基準というのは憲法学習者の方にはもうね常識になっているところではありますけれども公共の福祉というねこの解釈になるんですけれども公共の福祉の範囲かどうかについては厳格に判断するべきだと。 このような制約が許されるかどうかこのような制約が公共の福祉に入るかどうかについては厳格な審査基準を使うべきだ具体的には目的が必要不可欠で手段が必要最小限だこの辺は憲法の知識をね、えー、持っとかないと対応しにくいというところになってきますけれどもね、えー、こういうふうにまあ順番を 踏んで考えていければいいかなというところになります一応ここまでのところが審査基準立てるというそういう作業のところになったりしますまあもう少し、ねえー、時間の2、ねえー、の2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 ののの 表現の10と、二の表現の10で若干ちょっと違いがありますんでね、本当のところはその辺もちょっと意識してね、テレビ等で発信するのと SNS で発信するのと全然意義がね違ってくるんでね、そのテレビ等で発信であればものすごいたくさんの人数が見る、でも SNS だったらフォローしてる人しか見ないというね、そういうところになってくるんで、全然こう影響力が違うよねっていうね、その辺あったりするんですけれども、そういった意味でも、1と2は分けた方がね、本来やったらいいんですけれども、ちょっと今回は時間の兼ね合もあるので、一緒ぐたにね、お話をしているというところがあります。さらに言うと実は ね、これ本当か嘘かっちゅうね、えー、その辺ってどうやって判断するねんっちゅうね、えー、その辺もまあ問題になったりしますけれども、えー、その辺はちょっと今回のところはね省略させてもらいますまあもっと言うとこれね「表現の自由を侵害する」って書いてあるけどね嘘の発信の自由になるんでね今回制約されるのは「嘘の発信の自由」えこれ表現の自由に含まれるのみたいなねそんな議論ももちろんあるんですけれどもそこちょっと端折ってます。 一応憲法の基礎の基礎ということでねえとりあえずえこの辺のまあ複雑なところは一旦ちょっと端折った上で一般的なところをね並べ立てているというねえそんな感じと思っとってください,、はい。そうするとあとはこの規制の目的が不可欠と言えるかどうか規制手段として必要最小限のものになっているかどうかというその辺りを考えていくじゃあ目的は問題文に書いてます。 フェイクニュースが選挙に与える悪影響社会問題発展するのを防止するってねそんなふうに書いてますのでこの目的がやむにやまれぬ本当に欠かせないような目的なのかどうなのかというのを考えていく選挙への影響防止 であるとかあるいは買い占め等の防止とこれちょっとイメージつきにくいかもしれませんけどね大阪だったらねつい最近コロナでありましたよね、えー、なんかこうねコロナにこの薬が効くっ言うたらねこの薬がなくなっちゃったとかねそういうのがあったりしましたけれどもねそれ想定してますいいですかねあれフェイクニュースの類でありますけれども、えー、そういったね買い占め等のまあ一応防止ねこういったことを想定してましてさあこれらが 不可欠なな目的になるかかどうかとうといことでここはちょっと憲法の発想ですね、えー、憲法の前提知識がないとうーんとねなるかと思いますけれども、まあ、選挙への悪影響防止というのはこれはもうね、えー、民主主義において選挙というのはものすごく大事だと、えー、選挙というのは公正に起こらなきゃいけないんだというふうなことでね、えー、ここは不可欠な目的だというふうに考えたりしますね、えー、選挙の重要性ですね。 民主主義における不可欠なものというね、そんな風に考えていくかなと思います。まあ、あくまでも一つの考え方ですね。まあ、憲法はぶっちゃけて言うと自由作文なんで,で、答えは一つじゃないというね、そういうところもありましてね。人によって価値観変わります。で、買い占め等の防止。ま要はこれ社会の混乱防止ですよね。 まあオイルショックの時代であればトイレットペーパーがなくなるっちうね、えー、そんな話がありましたけれども、まあ、やっぱここも人々の幸せのためにはこういった混乱は起きてはならないよねということで不可欠だというふうに考えることもできるしね。 制約するほどに重要なものとまでも言えないよねということでここは不可欠な目的とも言っていいし不可欠な目的じゃないと言ってもいいしここはもうそれぞれの価値判断というねそんな感じになりますまあどっちでもありですねイエスと考えてもいいしノーと考えてもいいしここはそれぞれの価値判断で重要なもの不可欠なものいや不可欠じゃないどう考えていただいてもそれは大丈夫かなと思いますで次に手段としてどうか 手段としてて最小限度の制約になっているかどうかとでここもまたね憲法の知識として持っているといいですけども最小限かどうかというのは一つ対案が出てくるかかどうかですこの目的を達成する上で他によりマシな案があるかどうかとこれ考えると最小限かどうかというね、えー、そこに答えたことになります。よりまだ 緩やかな対案ががあるんだっったらそっちの方がマシと軽罰にするんじゃなくてもっと行政罰とかそんなんでもいいじゃないかとかねそういうふうな対案これが出せればこれは一つ答えとしてはありえます軽罰にするほどでもないと軽罰でもって望むんじゃなくて。 行政的ペナルティに済ますとかねそんなふうに考えていくことももちろん考えられていきますはい、そう考えたらじゃあ今回の軽バスでもって望むというのは最小限じゃないねというねそういう話になってくると 刑罰じゃなくたっていいよねとね行政的な刑罰でも行政的なペナルティですねえ行政処分えそういった発言については削除しなさいとかねえそういった発言に対してはまあ例えばねえ謝罪を打ちなさいとかですねえそんなふうな形の行政的なこうね対応ということでも同じ目的は達成できるという風に考えるならばもちろんこれは不可欠じゃないということになってくるしあ最小限じゃないということになってくるしいやいやいや選挙における悪影響防止ということを考えたらもうこれ以上に緩やかな手段ってのはないんだというふうに考えるならばもちろん 必要最小限というふうにも言うこともできますまあ、ここはそれぞれの価値観 というねえー、そういうことになってきますんで、えー、この辺りはね、えー、どういうふうな、まあ、答えに貼ったとしても、それはいいよと。えー、最終的にね、えー、憲法に関していくと、えー、これはどうしても、それぞれの今まで生きてきた価値観ですね、えー、これがすごく響いてきます。なので、あのー、別にその公私の見解と知らなきゃいけないとかいうわけでもないし、判例の見解と知らなきゃいけないというわけでもないのでね、えー、その意味では、すごく自由作文の度合いが上がると。これがもう憲法の論文だというふうにもとってください。まあね、えー、まだまだね、憲法は合集したこともない方には、うーん、 という,、ねえー、いうところもあるかもしれませんがある程度ね、勉強したことのある方だと、あなるほど、こういったところが注意点かなというね、えー、その辺はこう、ね、気づいていただけたところは少しあるかなという、ねえー、気はしております。はいえー、一応、まあ、ここの、ね、ガイダンスというのは、一応入門講座に、ね、向けてのまあ一応ガイダンスということもありまして、まあ、この入門講座というね、私のマクラスに、ね、感謝のお話になりますけれども、まあ、論文の書き方と、ね、すごく意識してやっております。まあ、入門講座の中でも、ね、憲法のまあ中身ですね、そういったまあ事例で、 憲法の合憲意見というねその答案書くためにどうするかというねそのあたりを憲法の1回目からね解き方なんかを踏まえてお話をしていくという感じになっていきますまあ、そういう意味でねどっちかというとこうね論文で書くことを意識したインプットというねそれが私のクラスのまあ特徴かなというねこんな風に思ってくださいもう1回目からね結構憲法のね論文と意識したまあそんな感じになるかなと思いますがまあもちろん 一回インプットしたら解けるなななんんてそんなことはないとはいい思ますね、えー、一回やったら書けるなんてねそんなふうに言ったらなんかこうね、えー、な,なんかこうジャロから言われそうなねに <laughs> なりますそれはまあないですけれども、まあ、あの復習していく中でその憲法のね、えー、ないし、まあ、他の科目もそうですが書き方含めて一周する中である程度ぼんやり見えるというねこの状態まではねかなり、えー、到達しやすいんじゃないかなというねそんな気がしておりますまああのー、来週は民法をね入っていきますけれども、えー、民法のイベントねやっていきますけれどもまあ憲法というのは一番ね、えー、難解なところでありますんで なんかちょっと消化不良だなという、ね、方、多かったかもしれませんけれども、まあ、あのここのあたりは、ね、また憲法の、まあ、インプット一1周した上でで、ね、望んでいただけるというより、ねえーえー、入ってくるものも多いんじゃないかなという、ね、感じがします、まああの。本当に今回やったところは、ね、憲法の基本の木で、ねえー、もう一度、ちょっと繰り返しになりますけども論文で何書くというと結論と理由を書きなさいっていうねそこのところ柱です。いいでしょうかで理由付けの柱になるのは、まあ、一応、要件効果っていうのが法律の基本にあ,既存にあたる。 そういったところから要件に事実を当てはめるこれがポイントだよと で、憲法ではこれが審査基準と当てはめというね、えー、そういうふうにまあ一応置き換わってくるというね、えー、そんな感じでだっくりとね、ちょっと持っとていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということでまあね、えー、ちょっと一方的なところもね、やりましたけれども、えー、一応今回の、まあ、イベントで予定したところはこの辺りまでになります。まああの、論文のね、書き方等について詳しくね、お聞きになりたいというね、方はどうぞね、直接お聞きいただいてもいいですし、まあツイッターとかで SNS でやっておりますんでね、えー、SNS のまあ一応 DM なんかでね、聞いていただいたら、まあ、ある程度ね、また詳しくお話できるところもあるかな なと思いますはいということでまあね、えー、今日最後までねご清聴いただきましてどうもありがとうございました私からのガイナスはこれで終わりますどうもお疲れ様でした。